てて、でそうですね、そうで終わりました。先ほど3時間のね生配信で、そう、私たちは AKB メンバーは実際に生配信には出てないんですけど、でも映像でそう出演させていただいてて、そう3時間くらいやって、で結構流れ的にはなんか MC ゆいさん、歌手の方 AKB みたいな、結構そういう感じの流れでしたね。あとファッションショーがあったりとか、そう、ね、そうそう、すごいいい番組で、アーカイブが残ってたから私も追っかけ配信で見たんですけど、帰りにね、そう、すごいなんか素敵でした。なんか何年後って、そう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 、音楽っていいなってすごく思ったよね、あれ見たら。そう、音楽って偉大だなとかすごく思って、そう、あとクレイさんがめちゃめちゃ本当音楽を楽しんでやってるんです、てか皆さんだから、それ見てて本当になんか音楽って素敵だなって改めて思えて、そう、これからも何かしら、私も音楽で何かしらみんなに伝えられたらなとかすごく思いました。そう、あとね、クレイさんがめちゃめちゃ優しくて、なんかね、収録じゃないですか、で一人ずつそのなんだろう、声とかを聞いて歌割りとかも考えてくださったりしてて、でね、なんかすごい一人一人すごい素敵な声持ってるねとか、すごいね見てくださって、そう、すごい一人一人のその今回出た6人の AKB メンバーのことを、なんかこの子はこういう声でいいねとかいろいろそれぞれ言われてて、言ってくださってて、そう、しかも結構褒めて、すごい褒めてくださるんです。だからすごく優しくてね、そう そう、みんなちゃんと個性もあって、でも歌うまかったとか嬉しいな、声質すごいいいもの持ってるから頑張ってねって声とかもいただいて、なんかもっと音楽頑張ろうって思いましたね。うん、嬉しい コロッケじゃないの、耳なの ねえ、嬉しいねって話でした。お代理のインスタに出てんの、あれ。マジか。ストーリーってことだよね、多分。なんと。見てみよう。ちょっと待って、今書いてます。あ、こんくらいか。すごい、今日はメンバーのストーリーに結構載ってますね。今日結構メンバーのストーリーに載ってるよ。わい。
ね、結構載ってる。だから今ちょっとストーリーをね。はい、いろんなインスタのストーリーに反応し終わったよ、一応。反応し終わった。はい、見てきて、見てきて、見てきて。すごい、本当に素敵なね、今日の配信本当に素敵だったんで、素敵なものに参加できてすごく嬉しかったですね。はい、そう、今日もね少しお仕事してきて、そう、すごいなんか元気もらえたな。そう、そう、嬉しいことですね。毎日いろいろできてるのも。そう、そう、レッスンもあったんですよ。そう、めっちゃ汗かいてきました。明日は筋肉痛かなってぐらい。ピーハロウィン。そう、いろいろ今でもいろいろちょっとね、明日もあるし、あさってもあるしね、いろいろ準備というか みんなに言える楽しいことあるので、お楽しみに。そう、今日のヘアセットね、かわいいでしょ。そう、あとさ、なんでこのやつにしたかっていうのが、ちょっとこの髪の毛に合わせたんですよね このさ、髪の毛の先とかの色と合うかなと思って、なんかパンダとクマと迷ったんですけど、そう、この毛先の色に合わせて、この色にしました。そう、で、配信で見たら結構茶色いんだけど、光当ててレッスン場とかで見るとまた違くて、そう、あ、そういえば今日のレッスン着がすごいね、すごかったの。今日のレッスン着がすごいカラフルで、だからね、すごいカラフルなんですよ。だからどっかで載せますね。ツイッターとメールどっちがいいかなってすごい悩む。写真撮ってもらったんですよ すごいなんかね、なんかすごいの、配色が。でもちゃんとね、つながってるんですよ。今日のレッスン着、てか今着てるやつなんだけど 赤い靴に紫の靴下、水色のレッスンズボン、黒に紫の文字 すごくない？そう、びっくりした。あ、そうそう、セリカのインスタの服です。そう、すごかった、本当に。コーデが。でも、ズボンと靴はニューバランスさんのもので、そう、だからニューバランスコーデではあるんだけど、ちょっとすごくカラフルになっちゃったっていう。そう、見てる分には普通なんですけどね。そう。まあ、自分で決めたんだけど けど朝、なんかとりあえず持ってかなきゃって感じで、なんか引っ張り出してゴーした服装だったから、そう、でも自分では勝手に可愛いなとか思ったけど、そう、けどちょっとね、やっぱ冷静に見るとやばいなって思った。そう、まあそれなりにまとまってはいるかみたいな。え、ゆいゆいがチャイナドレスで配信してる。かわいい。かいな。
そう、そうなんです。え、犬よりもチャイナが良かった？みんな。チャイナもあったんだよ。そう。でも配信だから上が見えないなと思って、犬にした。はい。もう言わずにかかってるよね。そう。え、でもチャイナ見たかったって。でもみんな明日ほんと期待してて、楽しみにしててね、明日。 明日はドボン配信なんで。はい。配信は12時から。え、もっとやった方がいい？いや、なんかね、なんて言ったら、ハードル、まあ一応上げとくわ。そう、明日のやつ可愛いんですよ。はい。 まあどう転ぶかはみんなお楽しみにって感じで。そう、14時までなんだよね。え、2時間やろっかな。あ、でも待って、ちょっと待ってね、なんかちょっと調べるわ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ん？ちょっと待ってね。ああ、余裕だった。余裕でしたわ。余裕だったなぁ。はい。じゃあラストの時間までやっていいもの？これって12時から、そう、12時から14時まで、ラストまで、そう、配信しながらドボンしたいと思います。珍しくない？そう、珍しいんだけど、やっちゃおうと思います。はい。だからみんなといろんな人と渡れたらいいね。明日渋谷行かないよ。そう、けど少し午後からお仕事があるので。でも今なんか調べたら大丈夫なので、そう、やりたいと思います。で、私渋谷行かないのに、渋谷気をつけてねって。大丈夫だよ、行かないから。ね、なんかすごい心配されてます。かぼちゃタワーなの、これ。ありがとう、教えてくれて。ブラウンさん？これ、あ、ブラウンさんか。ブラウンさん、タワーありがとうございます。タワーからさんだ。そう。ちょっともう言わない方が、みんな、ね、楽しみにしてくれると思うから。何も言わないよ、明日のことは。
まあただ私はすごい、そう、かわいいもの見つけたからね。あ、でも補足しとくと、このワンちゃんの耳が一番ガーリー、持ってる中で。しかもセクシー系は一切ありません。ワン、カチューシャじゃないの。 じゃーん、パチン。到着ですね。そう、めっちゃ可愛い。せっかくなんか色抜いたんですよ、これ、この髪型ね。だからすごくいろいろ髪型とか遊べたらいいなって思います。今下ろしてるけど、なんか今後どうしようかなーって、いろいろできるなーって思ってます。しかも多分髪洗ったりしたらまた変わると思うんですよね。この毛先の色とか色が抜けたりとかしてね、色抜いて一応何色か入れてるんだけど、それとかがさ、なんかすごいやっぱパサパサするね。そうから、色とか抜けてくると思うので、なんかもっと、まあ、黄色みが増すかもしれない、今後色が抜けてきて。そう、これはなんかグラデーションみたいな感じで、ハイライトとかちょっとここら辺から入ってたりしてて、すごいナチュラルにやってもらえて。すごい美容師さんが頑張ってくださって、すごい頑張ってくださったんですよ。すごかった、本当に。だって5時間ちょっと言い過ぎなんだけど、4時間くらいかかりました、これ完成するのに。でもブリーチするのはやっぱそんくらいかかるらしいんですけど、本当美容室出たのが本当に5時間後とかそんくらいになったから、本当すごいね。毛先だ、これ私がやったのが毛先だけというよりかは、なんて言ったらいいの、すごいね、すごい、でもすごい難しい工程があったんですよ。私が見てても、なんかすごいややこしそうみたいな感じの工程があって、一個、そう、その工程がすごくかかってました、やっぱ。なんかすごいの、なんか何個かに分けて、この薄い髪の毛に、なんかすごい便利な機械あって、これをなんかまたこっから何個か取って、でこれ、このちっちゃい量ずつなんかね、ブリーチ剤つけてくるくるくるってやって止めて、でまた何個かやってみたいな、すごいその繰り返しで、だからこんなにナチュラルに見えてるんだけど、すごい努力が。見たことある？そうそうそう。すごい細かい作業をしてくださってました。そうそう、ほんと気が遠くなる作業だよね。私もなんか見てて、そう、よくさ、作業動画、人が作業、飴をずっとひたすら切ってる動画とか、飴細工の人が、そう、ずっとひたすら飴を切ってる動画とか、あとは海外の、まあ、日本でもそうなんだけど、たこ焼きをひたすらひっくり返してる動画とかあるんですけど、そう、そういうのをね、結構見てるの。そう、結構それ見てて、で、それ見てる感覚でした。 すごい気持ちいいぐらい、本当にその大変な工程をスムーズにやってらっしゃるんですよ。
そう、そういうのを見るのが好きなんで、なんかそういうのを見てる感覚でずっと見てました。そう、意外と寝ずにずっと、だから変に体力消耗したけど、すごい綺麗に髪の毛なってたからすごい嬉しかった。ずっと音程やりたくて、3ヶ月前からやりたくて、でもお仕事とかの都合でなかなかタイミングが合わなくてできなくて、で今回やっとすることができました。でも美容師さん、このお仕事してること知ってるんだけど、もう手が震えましたってすごい後から言われましたね。そう すごい失敗できないからみたいな、失敗できないからもう責任重大やからみたいな、すごい言ってくださって、そう、でも無事完成して、しかも今ハロウィン期間じゃないですか。だからその行った美容室がね、みんなハロウィン仮装してて、そう、前にねその話で聞いてたんです。だからでも本当に実際来れるか分かんなくて、でも実際来れるってなって行ったら本当にね面白かった。すごい、しかも大変そうでした すごいね、なんか動きにくそうな仮装で働いてる方とかいるんですよ。あ、先週じゃなくて、ほんと2日前ですよ、私行ったの。そう、2日前とかの話。だから昨日だ。昨日行ってきたんですよ。そう。昨日。だから、美容師さん。美容師さんです。はい。ね、私も仮装していけばよかった、確かに。東京で行ったんですよね。そう、東京の美容室、いつも髪の毛、この髪の毛の短さにした時もやってもらったりとかしてる美容師さんなんですけど、そう、その美容師さんに「もうずっとこれ3ヶ月前から言ってて、これしたいんです」みたいな言ってて、で3ヶ月経ってやっと。そう、美容師さん仮装してた。私の担当の美容師さんがウッディで、アシスタントさんがね、韓国ですごい有名なキャラクターで名前が分かんないんだよな。そのアシスタントさんがそれこそ4人いるんですけど、で4種類あるんですよ、その韓国のキャラクターが。その着ぐるみみたいなやつを、顔だけ何見えるやつ ここの顔だけちゃんと抜けてて、そう、あともうここら辺とか全部もう中に入ってるみたいな。いや、なんかね、有名なやつは分かるんだよね。でも知ってるの、めっちゃ知ってて、スマホのケースとかもよく見るんですよ。待って、調べるね。なんか頭の上に赤と赤、緑、黄色、青、あ、紫だ、紫の4色があって、この上になんか赤が丸とか、なんかそういう感じで、なんかね、頭の上についてんだよね。出てくるものかな、これって。まず韓国じゃないのかな。なんで検索したら出てくるかな。しかもメールも書かないといけない。ちょっと待って。やばい、バイ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 。4色、4色。4色。あ、違うのかも。いや、違うのかもしれん。あ、タウレトゥトービ。見て、検索するわ。テレ。
ヘレトービー、そうそうそう、これです。テレトビー、なんていうんやろこれ。そう、この器具、これを着てて、あ、4人もアシスタントさんがいるわけじゃなくて、その美容室の中でアシスタントさんが4人で、そうなんですけど、そうで、私の担当の方のアシスタントさんが赤で、そうめっちゃ可愛かった。そう、テレトビーです。そう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 、見せていい？これこれです。これあ、テレタビーズって言うんやん。テレトビー、テレトビーチングドゥー、あーね、見たことあるよね。私、そう、私も見たことあって、そう、でも名前わかんなくて、そう、え、メール送るねメール送るね、ちょっと。じゃあ、イギリスか。メール書きます。めっちゃ真面目に、真面目な顔して打ってる。ちょっと待って、あ、やばい、10時になった。確かに、はいはい、完成、完成しました。送ります。なんかここなんかできた。あー悲しい。なんかできた。悲しい。はい。そうそうそう。まあ、美容師さんが、そう、うん。届くんで皆さんお楽しみに。そうなんですよね。まあ、美容師さんの話もして。そう。こう、やだね。明日もこれだったら爆笑。さあどうかな。これ似合ってる？コロッケって言われた。そう、犬。なんかこういうのだとさ、ほんと日頃からつけてても違和感ないく、なくない？それは嘘？耳当てに確かに。でもここ触ったらすごいあったかいんですよね。だからもう日常的につけたいぐらい。うん、いや、なんか本当はいろいろ仮装のやつね、今日見に行ったんですよ。そう、今日見に行って、で、あの、本当はね、本当はなんかファンの方
にいただいた スティッチの、何て言ったらいいの、スティッチの大きい着ぐるみみたいなやつがあるんですけど、それにしよう、それを山口県から持って帰ればよかったんですけど、山口県に置いたまんまで、そうバカなんだよね。そうファンの方にいただいたものでやろうと思ったけど、まあ無理だし、家にあるからね、実家にあるから無理だし、今日もなんかそのポケモン最近好きだから、ポケモンのね、そういう着ぐるみみたいなやつを買おうかなって思ったんですけど、そうちょっといろいろあって断念しましたね。そうそう、ピカチュウとかね。そう、わかる、カピゴン好き、わかるよ。そう、チャイナ服とかもあったね。めっちゃあった、めっちゃありました。ね、ニャースとかほんと、あ、そう、ポッチャマ好きだな。サトシ まさかの方向だったわ まさかだったな。まあ明日お楽しみに いやー、みんな驚くと思う。なんか、これってなると思う。まあそれで2時間やるからね。看護師さん、白衣の天使よ。あ、ボールそっちか。え、なんか、私もちょっとよくどうコメントすればいいのか分かんなくなってきたな。そう、でもみんなの想像の斜め上をいくから、私は。そう、まあ予想しといてください。ね、そう、私規格外やから、触らない方がいい。でも触っちゃう、あ、やだ。コロッケがヒント。でも今日の仮装はすごいヒントだと思う。そう まあ明日の楽しみです。12時から配信するからね、明日は。そこ ねえ、コロッケじゃない犬の耳 まあこういうコスプレの感じはすごくヒントです。そう。なんか力の入れ具合、この。この力の入れ具合を見ると、なんか、あ、まあこれかなーみたいな。そう、でも仮装してドボン配信、ドボンパーティーだね そう、もう多分何も考えずに待った方がいいかもしれない そう、考えろって言ってみたり、考えるなって言ってみたりね、いろいろちょっと言ってるんだけど、そう、まあお楽しみにって感じで、せっかくね、ハロウィンにね、やるしね。何コロッケか。そうね、ファンの方がどうコメントしてくれるか、私はすごく楽しみにしてます。滑る可能性は大きいと思う。そう、でもなんか今見せるのもちょっと違うなと思うから、見せないね。今目の前にあるんですよ。目の前にあるんだけど、みんなのコメントが楽しみだよ。
もうみんなコロッケしか言わないんだけど、もうコロッケ水着とか何？どういうこと？うん、私はそう、明日のみんなの反応が楽しみ。コロッケっていう、でも本当にうますぎる。確かに。わかんない。ここに赤いさ、やつがあったらさ、エビフライになるかもよ。そう、私はコロッケ大好きだからまあいいんだけどさ。そう、私はでもコロッケよりかは、なんだろうね、フライ系がいいな。ちょっとここに尻尾つけてさ、そう、アジフライ、そう。そうそう、アジフライ、めっちゃアジフライだと思う。でもめっちゃ三角なんだよね。いや、私はアジフライがいい。焼きおにぎりしか勝たん。焼きおにぎりほんと好きだった、ちっちゃい時。ちっちゃい時ほんと好きでした。そう、でもなんかちっちゃい頃憧れもすごかったね、焼きおにぎりに。だからよく買ってもらってたし、よく食べてたんだけど、そう、ちっちゃい頃食べ過ぎたものって大きくなったらなんか別にいいってなっちゃうよね。憧れ？あ、焼きおにぎりの話です。はい。そうね。メンチカツ。卵かけご飯と焼きおにぎりは、ちっちゃい時は焼きおにぎり。ちょっと成長して卵かけご飯でした、私は。何の話？って感じだけど。そう。焼きおにぎりほんと好きで、それこそバーベキューの時作ってた。作る、よく。焼肉のタレつけて両面に。で、カリカリに焼いて。今はどっちでもない。そう。なんか小学校4年生3年生ぐらいの時に、ママの弟さんですね、そう、おじさんが食べてた卵かけご飯の話なんですけど、おじさんが食べてた卵かけご飯がね、美味しくて、そのおじさんの卵かけご飯には、そう、納豆とか、まあ日によって違うんだけど、まあ、なんかしらすがあったらしらす入れたりとか、なんかプラスワンのすごい卵かけご飯を美味しくする材料が何かしら入ってたんですよ。そう、ごま油入れてみたりとかね。そう。だからなんかそういうのをね、一口食べさせてもらったりとかしてて、そう、そっから卵かけご飯は大好きになりました。毎日卵かけご飯でも大丈夫なぐらい。そう、あ、でトリュフの醤油、卵かけ卵、なんて、トリュフの醤油。そう、私あれ見たことあって、なんかいいなと思ってて、やっとゲットできた。CBC ラジオ、今夜は帰らないの、なんて言ったらいいのかな。そう、で、いただいたもので、卵かけご飯専用なんですよ、確か。そう、トリュフ醤油。めちゃくちゃ美味しいです。あ、匂いがいいんですよ。なんか味は、めっちゃ薄めなんですね。その醤油がオイルでその薄められてるから、すごいマイルドな感じ。そうで、匂いがすごいんです。とにかくなんかお醤油ってよりかは、なんて言ったらいいのかな、バルサミコ酢みたいな感じあるやん、バルサミコ酢みたいな、なんか
そんな感じです、感覚的には。そうだから、これをサラダにかけても普通に美味しいのかなみたいな。でトリュフの匂いがすごいです。私は茶碗蒸しみたいな、そう感じをたまに作るんですけど、それにこの前そのトリュフ醤油をかけて食べてみたら、その味はね、そうちょっと足した方が良かったなって思ったんだけど、香りがもうすごくて、そう感動しました。美味しかったです。すごい豪華でした。何でも合うと思う。結構豆腐にかけてもいいなって思ったし、ほんと卵かけご飯には確かにめっちゃベストマッチ、ベストマッチだと思うし、そう結構何でも合うと思う。あれもいいかもね、アボカドにさ、あのごま油、オリーブオイルでもいいけど、なんかその油、ごま油とかオリーブオイルかけて、なんか塩かけて食べたりとかするじゃん、おつまみとかで。それにそのトリュフ醤油をかけるのもありかも。結構何でもいけるなって思いました。カプレーゼにかけるのもいいと思う。かゆ。そうね。そう。あ、今日のレッスン着について。嬉しい。まああれかな、生で見たらまた違うんかもしれん。そう。わ、ドボン、私13位になってるそうです。万歳。あ、なんかついてた。万歳。すごい。2位上がってる。すごすぎる。ね、そう、七瀬。そう、メールに書いたんですけど、そう、七瀬に、下をハロウィンイメージしたのかなって言われた。私に直接言ってきたんじゃなくて、多分、ポロって言った言葉をなんかユーナが教えてくれて、そうそういえばみたいな、七瀬が言ってたよみたいな言われて爆笑しました。確かにみたいな。そうそうなの。そう、紫、ブルー、赤で、あれに私紫のカバンも持ってるんですよ。そうだから、私は意識してなかったです。はい。え、明日さカラオケするかな私。あ、でもまあドボン終わって、ドボンお疲れ様でした、じゃあハロウィンナイト歌いましょうとはなるかな。じゃあ今日はちょっとハロウィンナイト以外の歌を歌いたいと思います。まあよかったなら、まあそれなりにセンスはあったってことかな。最近なんかごちゃごちゃ、ああいう色物持ってきてもあんまりごちゃごちゃしなくなった、コーデがちょっと変わってるのかもしれないです、自分のセンス。今日何歌おうか。これとかどうですかね。ちょっとバラードにしちゃいました。じゃあそれでは聴いてください。あ、待って、あれあるじゃん。あ、でも歌えるかわかんない。そうだそうだね、そうだよね、そうだよね。曲ちょっと変えますね。ちょっと待って、バレちゃう。あ、
あ、なかったっけ？え、なかったっけ？なんで曲だ？あ、あった。じゃあ それでは聞いてください。衣装的にもぴったりの、あーでも分かった方いいね。じゃあどうぞ。ドイツドイツ似ているね、ソファーのクッションにちょこんと座ってる。ドイツドイツ君みたい、ドイツドイツ可愛いね、何か言いたそうに僕を見てる。ちょっと全然歌えないから1サビまでで、でもぴったりだよね。ぴったりだなと思ってこの曲歌いました。ということで、まあ、もう一曲歌いたいと思います。普通に歌える曲、それがちょっと個人的にこれかなと思ったのでこれ歌います。はい、じゃあどうぞ聴いてください。今ならば。この道を何回歩いただろう、あなたに会えるようで。街の角をいくつ立ち止まって探してきたか。Yeah.
待ち合わせした場所見つからずに一人で迷っていた。でも私の地図が違ってたと誤解していた。愛は過ぎ去ってから後で気づかされるもの。大切な人と分かっていたのに言えなくて、はい、ありがとうございます。そう、この曲すごい好きで、なんか今日のあのタイムトラベラーっていうあの配信ね、今日あった3時間の配信で、あのカントリーロード歌ってたじゃないですか。でそれでなんか合うかなって最初の1行だけなんだけど、そう、なんか同じ道、あ、何度同じ道歩いただろうみたいな感じの歌詞がそのカントリーロードと合ってるかなと思って、そうだからちょっとこの曲にしてみたんだそうそう、最後に歌ってたので、そうそうなんですよ。そう、今日すごい、なんか今日すごいっていうか、その今日ね配信してしたそのお仕事ですごい歌のね素敵さとかすごく感じたから、そうだから歌ってみた。なんか今ならばっていう、今まではなんかまずねできなかったけど、これからはみたいな、これからはなんか歌とかにもね、なんかもっとそうみんなに伝えたいなみたいな感じでそういろいろと意味があってこの曲にしてみました。はい、だからこれからはっていうちょっと気持ちですね、私のもっとみたいな。はい、じゃあランキング発表いきたいと思います。じゃあ13位から読んでいきますね。アスランヒデちゃん13位おめでとうございます。そして12位が永遠にし直しさん、12位おめでとうございます。そして11位がヌーコッパ、しびるい聞かえよ。はい、そして10位がジアリングさん、10位おめでとうございます。そして9位がゆうゆうさん、9位おめでとうございます。そして8位がひでじろさん、8位おめでとうございます。
そして7位がタカさん、7位おめでとうございます。そして6位がリムさん、アリムシかな、ゆっくりちっかえよ。そして5位がザゼロさん、5位おめでとうございます。そして4位がヨーンにサビちっかえよ。そして3位がクラウドキューティーンさん、うん、3位おめでとうございます。そして誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデー素敵な誕生日を、はい、3位おめでとうございます。そして2位がですね、科学先生、ウイチュッカーよー。そして1位がブラウン氏、イルチュッカーよー。はい、じゃあ、はい、登壇した方読んだので、次は14位から読んでいきたいと思います。私アソラヒデチ読んだね。14位からいきます。ピールケウさん、ハッピーミューシー、ココンにコサスミューシー、和田さん、フィンドフォービーさん、ナオミュー、ナオさん、ウィンパディさん、カラダニピースさん、ミューミさん、ランナーフォーテッドさん、ハスキーさん、ヒューパンさん、クラッシングさん、タイファンさん、ゴールド888さん、プレッシー、ミューディーさん、焼きとうもろこしさん、 AK さん、最後のシシャモさん、ヒロさん、テオネオさん、ビッグママさん、ヘギョンに、XD さん、ミキトさん、練乳さん、加藤 BB さん、マイさん、パラングスさん、ポングポングさん、K ハッピー11さん、チェンジ DC、ファバジスさん、モタルミュウさん、コウさん、グリフォンさん、いつもし、ミュウのコロッケ、シリちゃん、ケンシーさん、トシージャケンさん、ミッチーさん、カレーさん、アマドさん、最高のフィナーレをし、行政コロッケウシトさん、タッキーさん、メタルピーチさん、さん、ジョーさん、シマヤンさん、KYS さん、ポポロンさん、コッコーさん、XYZ さん、ラブリーさん、井上義弘さん、ぐんちゃん、ミジナッチし、ドボンプレイしましょうさん、ワン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 さん、ゆうたろうさん、みちひろさん、シルバーさん、トッキンさん、タロちゃん、おーちゃん、さんくみさん、ゆうとしさん、ねちゃん、たいさん、ごっちゃん、ぼくれんぱさらんさん、さかつねがめさん、ふっちゃん、亀の背泳ぎさん、およしい48研究生さん、山ざん、巻き山さん、フロストさん、ワッフルさん、ひでじ68さん、としさん、ピーちゃん、こうきさん、マイピースさん、ひてなまさん、ローソンじさん、うちはさん、はい、ランキング内に入っている方も入ってない方も本当に見てくださってありがとうございます。ハッピーハロウィンです今日はね、本当にワンちゃんをしたんでね、嬉しいよ。はい、見に来てくれて、せっかくねしたんだからね、いろんな人に見てほしいもんね。はい、じゃあスクショタイムいきますね。はい、チーズ、うん、ありがとうございます。はい、犬、はい、じゃあどうしようかな、ポーズ、これ本当にコロッケに見えるのかな。はい、じゃあ今日はこれにて終わりたいと思いますはい、明日は12時からの配信です。ねえな、石ビビチュカよ。石ビルチュカよ。あれ？石しぶとパンソンよ。コパジセよ。はい。ネイルンパン、あ、パンじゃないな。ネイルン。ね、もう韓国にも受け入れようとしてたね。 Tomorrow showroom at 20 at noon。 はい、 Tomorrow showroom at noon。 はい、ぜひ皆さんお待ちしてます。じゃあ12時からお昼ご飯食べてから集合で、だね、バイバイおやすみなさい。チャイジャイオーラテリサードカーワンガー、おやすみなさい。またねー。